藤川政務官からご挨拶いただきます。本日はボダボの中スマートテレビ時代における字幕等の在り方に関する検討会第3回会合に出席いただきましてありがとうございます。ご紹介いただきました政務官の藤川でございます。スマートテレビ時代における字幕等の在り方に関する検討会につきましては、本年1月30日の第1回会合の後多言語字幕、CM 字幕それぞれのワーキンググループにおいて専門的な検討をお願いし、去る5月15日の第2回会合におきまして検討状況の中間報告をいただいたところでございます。それぞれのワーキンググループにおいてはその後も第2回会合の結果を踏まえた精力的なご議論をいただいたと伺っておりますが、本日の会合におきましてはまずそのそれぞれのワーキンググループにおける検討結果のご報告をいただきたいと考えております。多言語字幕、CM 字幕、いずれにつきましても、東京オリンピック・パラリンピック大会の2020年が一つの大きなマイルストーンとなってまいりますが、それまでにより多くのことが必要ができるよう、構成員の皆様方におかれましては、本検討会の取りまとめにあたり、ロードマップに基づいて、それぞれの取り組みにおいて、留意すべき事項や官民の役割分担等について、交渉対象からのご意向議論を頂戴いたしたく考えております。総務省といたしましても検討会からいただく提言をしっかり受け止めまして今後の政策に反映をさせていきたいと考えております。高谷座長をはじめとする構成員の皆様方には半年間という短い時間の中でのご議論でありましたが精力的にご議論を頂戴し検討会の取りまとめに向けた積極的なご議論を賜りますよう心からお願いを申し上げまして一言ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。